カイツブリ、ウ、学名、タキバプテスルーファコリスは、カイツブリモクカイツブリカカイツブリ属に分類される、鳥類の一種。全長、約26センチメートルと、日本のカイツブリカの中では一番小さい。アフリカ大陸、ユーラシア大陸の中緯度遺南、イギリス、インドネシア、ソロモン諸島、日本、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカルに生息。多くはであるが、 北のものは生息場所の凍結を避け、南に移動する。日本では、本州中部以南では、流鳥として、周年生息するが、北部や、山地のものは冬に渡しさしすることから、北海道や本州北部では夏季に飛来する夏鳥となる。全長は25から29センチメートル。翼海町40から45センチメートル。体重130から236グラム。 お葉は非常に短く、外観からはほぼ判別できない。翼の色彩は一様に黒か主色。くちばしは短めで尖り、先端とくちばし基部に炭鉱色のブチがある。交際の色は日本の亜種は炭鉱色で、ヨーロッパの亜種は黒か主色。夏季には夏はとして頭部から後首が黒か主色で、頬から側首が赤葛色の羽毛で覆われる。 体上面は暗褐色。また、くちばしの色彩が黒く、ブチが明瞭。陶器には全体として単色な冬輪となり、頭部から体部にかけての上面は暗褐色で、下面は泡褐色。頬から側首も高褐色の羽毛で覆われる。くちばしの色彩は暗灰色で、ブチが不明瞭。幼鳥は、頭部や頸部に黒や白の反紋が入り、 口しの色彩が赤い。足は体の後部の尻あたりから生えており、歩くには非常にバランスが悪いが、足を貝のように使って潜り泳ぐ。流れの緩やかな河川、湖沼、湿原などに生息し、稀に陶器や渡りの時には海上で見られることもある。主に水上で生活して、ほとんど歩くことはない。川中の浅瀬を横断するために歩く姿が見られる。 こともあるが、歩くのは非常に不安定のようである。足は歩くためではなく貝の役割のためにあると見られ、足が生えている位置も他の水鳥とは違い地理付近から出ている。泳ぐ姿は上から見るとカエルの後ろ足のように使う。水中に潜りエビを捕食する貝つぶり食性は主に動物食で魚類、昆虫、甲殻類、貝類などを食べる。巧みに潜水して、 獲物を捕食する。一回に平均15秒前後潜水し、およそ秒速2メートルで泳ぐとされるが、最高で水深2メートルまでと深くは潜らない。淡水域で繁殖し、繁殖期には縄張りを形成する。水辺近くの水生植物やクイなどに、水生植物の早く木を組み合わせた逆塩水状の巣を飼油で作り、 4から12月に1回に4から6個の卵を落としに1から3回に分けて産む。雌有交代で放卵し、放卵期間は20から25日。卵は白いが次第に汚れて褐色になり、親鳥が巣を離れる際には卵を素材で隠す。創生性で、ヒナは泳げ、孵化後、約1週間で巣から出るようになる。小さいうちは親鳥が背中に乗せて、 保温や外敵からの保護を行い、ヒナを背中に乗せたまま潜水することもある。ヒナは自分で採取できるようになるまで親鳥より餌の捉え方を教えられ、その後追われるようにして独立を促されておよそ60から70日で巣立つ。ヒナは生後1年で生成熟する。陶器には20から30羽からなる群れを形成することもある。あまり飛ばないが、 気象の時には水面を蹴り除草した後、通常低く飛ぶ。鳴き声は、キリッキリ、キリギリと鋭く鳴き、繁殖期には、死ゆが鳴き交わす。警戒時にはピッと強く短い声を発する。標準和名、海つぶりは、水を、かいて潜るが転じたか、海は、たちまちのいで、潜る時の水音が、つぶりに転じたとする説が有力。さらに、 ひょのような体の形などから、かと、ひさごとの説や、繰り返し頭から潜る、かき頭潜るなどの説もある。この、かいつぶりの和名は、室町時代以降見られるになった。古名の、におは、水に入る鳥が転じたのが由来。奈良時代には、にお鳥、り、み鳥と,と称されていた。漢字、におも、水に入る鳥を意味する、かやざ、和声漢字である。びわこは、 古くから本種及びカイツブリ目の構成種が多かったことから、ニオカイの別名がある。これは、水鳥が集まる湖の意味で、そのゆえんから、カイツブリは、滋賀県の県庁に制定されている。また、埼玉県三里市の鳥になっており、市のマスコットキャラクターのカイちゃんとつぶちゃんはカイツブリをモチーフとしている。長く水中に潜っているイから、万葉集では、 沖縄川の枕言葉として登場する。本種の死亡は刀の錆止めに使われた。井の頭自然文化園が日本動物園水族環境界の平成22年度繁殖賞を受賞した。大口バスは粘毛で、本種のヒナも餌となりうる。大口バスが確認されて本種が繁殖しなくなった池で大口バスを駆除すると、本種が 再び繁殖するようになったことが報告されている。十亜種に分かれるとされる。日本には、アシカイツブリと、南大東島の亜種大東海ツブリが生息する。国際自然保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。